1965年11月23日の日食は、1965年11月23日に観測された日食である。ソ連、アフガニスタン、西パキスタン、インド、中国、ネパール、シッキム王国、東パキスタン、ビルマ、ラオス、カンボジア、ベトナム共和国、南サ諸島、ブルネー、マレーシア、インドネシア、パプアニューギニアイ人島治療、 吉次地白徳及び誇り座と各軍島で金管日食が観測され、アジアのほとんど、オーストラリアのほとんど及び以上の地域の周辺の一部で部分日食が観測された。金管帯が通過した金管日食が見えた地域は、ソ連南部、アフガニスタン北部、西パキスタン北部、インド北部、中国チベット自治区南西部の国境地帯、ネパール。 シッキム王国南西部、東パキスタン北部、ビルマ、タイ、ラオス南西端の小さい部分、カンボジア、ベトナム共和国、南サ諸島の南全イナダ、南通称、航路省、ブルネー東部、マレーシアの東マレーシア東部、インドネシア北東部、パプアニューギニア委任島地領北部、イギリス領リニルバート及び、エディス諸島北部だった。 8000メートル峰の14座の山内、ネパールと中国に位置するウラギり、アンナプルナ、マナスル、シシャパンマ、チョウユー、エベレスト、ローツェ、マカルーの8座が金管体内にある。標高がそれほど高くないが、オセアニア最高峰である、プンチャックジャヤも金管帯にある。また、金管日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、西アジア東部の 約半分、南アジア、東アジア、東南アジア、ソ連シベリア中南部と、中央アジアのほとんど、オーストラリアのほとんど、ミクロネシア、メラネシア、ポリネシア西部だった。そのうちほとんどが国際日付変更線の西にあり、11月23日に日食が見え、残りの部分では11月22日に見えた。アメリカの航空機メーカーロッキードと、 アメリカ空軍が結成した観測隊はタイ第二の都市チェンマイ付近で金環日食を観測し、観測結果により金環食中月と太陽の各直径の大きさの関係と月の変平率を計算した。ありがとうございます。